ちゃんと狙って打ってよ。よし、頑張れ。おい、はい、頭。あと、もう、かま。山田も入れて。反対。鬼舞辻無惨。そう、鬼舞辻無惨。いくぞ。うん。あ、当たったー。イエーイ。いくよ。どうぞ。うまいな。おいちの。そうだ。お。母ちゃん見といて。せーの、イエーイ。一球の髪の毛。せーの、イエーイ。一球の髪の毛。動画の部屋、動画作るお仕事の部屋。ヤマトそこにいてね。え、なんで？ヤマトの場所そこね。ここに、ここにテーブル置きたい、大きいやつ、パソコンとか置いて、こっちからこうやって入っていって、後ろは会計士にしようかな。よし。というわけで家をね引っ越しすることにしました。まだね電気も通ってなくて、入居がね明後日からなんですよね。でまだ電気も何もネットも繋がってないし、家具とかも全部何も入ってない状態になります。前の家はですね、会社員を辞めた2年前ですね、に、引っ越したところなんですよね。で、その、会社員をやってた時に住んでた家、もう少し広くて、ちょっと家賃のね、高いところだったんですが、まあ、もう会社辞めるっていうことで、収入もかなり不安定になってましたので、ちょっとね、狭い、安くて、で、ちょっとまあ、やっぱり条件もあまり良くないね、道路沿いのすごいうるさい、一階に、引っ越してました。結構ね、その家はもうほんと狭かったし、外のね、騒音とかも結構ひどかったんですが、まあまあまあ、あれから、2年が経ってですね、ようやく、まあ、なんとかなりそうな感じになってきましたので、そのね、ビデオグラファーとして、まあ、なんとか生きていけそうな感じにちょっとなってきたので、今回ですね、少し、広い、家に引っ越すことにしました。で、前と違って、まあ、外のね、騒音とかもないし、かなりね、快適な環境で、生活できるかなと思います。で、自分専用のね、その、撮影用の部屋、編集用の部屋っていうのも、ここ、作ってもらったので、一部屋ね、もらったので、まあ、ここでね、これからは動画を撮っていきたいなと思います。で、先日リリースしたマグネットの方にも、スタジオを、作りました。オンラインサロンなんですが、オフラインでも繋がれるようにスタジオを作ったので、まあ、僕はね、この場所と、そのマグネットで借りてるスタジオ、2つで作品撮りとかね、YouTube を撮っていこうかなと思います。IKEA の、デスクの下に、デスクの台か、台をね、作っていこうと思います。今夜中の0時回ってるぐらいなんですが、今からこれを作っていきます。IKEA で買った、このインパクトドライバーで。やっていくぜ。よし。何時間で終わるかな。ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。しんどかった。よしよし。もう一個あるんだよ。多分こっちよりちょっと楽なやつだと思うんですけど。きつい。実はね、ちょっと今日の日中、妻とこれも作ったんですよ。これ。二段ベッド。子供が寝る用の。
もうヘロヘロ。よし、こっちも出来上がりました。ちょっとさすがにこっちのやつ動画撮る記憶がなくて、もうめちゃくちゃ疲れた。ここの間に、天板を乗っけて、これをね、デスクにしたいなと思ってるんですけど、ここ真ん中になんか補助ポールみたいなやつつけた方がいいんですかね。なんかたわみ防止あった方がいいのかなってちょっと思うんですが、どうなんだろう。ちょっと詳しい人いたら教えてほしいなと思います。疲れた。もう今日は帰って寝ます。あれから1週間が経って、一応ね、ここまでできました。背景はちょっととりあえずなんとなく置いてあるだけなんですけど、オレンジっぽい、黄色っぽい感じにして、で、この間作った、これ IKEA の、これね、ボックス、こっちとこっちに置いてます。プリンターここにあってね。で、今日はね、これ、このデスクの天板が買ってきたばっかりのままなんで、これちょっとね、塗装しようかなと思います。かなりね、でかい。横がね、185センチかな、横幅。で、縦がね、何番だっけ、60ぐらいで作ってもらった天板なんで、これをね、ブライワックスでちょっと塗っていこうかなと思います。そんじゃ、これで表面を滑らかにしていきます。粗いやつからやって、細かいやつに変えていったらいいみたいなんで、60番のやつかな、そこからやっていきたいと思います。よっしゃか。久しぶりだな、これやるの。よ。こんだけ色が変わります。わかるかな。半分ぐらい。よいしょ。熱。かなりいい感じになったような気がします。熱い。じゃこれでね、1時間ぐらいかな。ちょっと乾かしてみましょうか。よいしょ。乾かしたら、裏に、IKEA のこれ、これをつけたいなと思います。ちょっと休憩タイムしましょう。1ヶ月ぐらいこの家の引っ越しと、あとオンラインサロンマグネットの設立と、あとテイクアウトカレー屋さんの準備とかでね、めちゃめちゃバタバタして忙しくて、いや本当にね大変でした。多分今までで一番忙しかったんじゃないかなと思います。で最近、まあ今日ぐらいからちょっとねゆっくり落ち着き出して、ようやく自分の動画撮る時間とかが出てきたかなっていう感じになってきたんですが、またね、次の1ヶ月ぐらいとかは、企業さんとのお仕事がちょっと入ってたり、あ、フェイユーさんのね、新しいプロジェクトをちょっとお手伝いさせてもらうことになっているので、その、なんか、映像の制作とかでちょっと忙しくなってきたりはするんですが、まあ、去年のね、自分に比べると、本当に仕事がいっぱいあって幸せだなと思います。去年なんて全然、仕事なくて、もう やばいなぐらいになってたぐらいなんで、まあまあまあ今年はね、忙しいのは幸せなことかなと思います。ちょっと時間できたら年末年始とかマッサージとか行って、旅行とか行ってちょっとゆっくりしたいなと思ったりしてます。だいぶ乾いてきたかな。うん、1時間半ぐらい経ったと思います。じゃあこれ天板のね、裏側に IKEA のこれコードとか乗っけるやつ、これつけようかなと思います。おっしゃ、ついた。いい感じな気がする。じゃあ部屋持ってきます。じゃあ次の予定があるから、今日はねここまでにします。今度ここ、この後ろちょっとね、また綺麗にできるように作っていきたいと思います。一応こんな感じでなんとなくね形になりました。ちょっと簡単に見ていきたいと思います。今ねここにカメラ置いてこんな感じで撮影してるんですけど、ゆくゆくはこのなんかここにカメラ置いて簡単にセットアップして撮影できるようにしたいなと思います。これじゃちょっとできなそうなんですけど、これね前に使ってたモニターのアーム
をちょっと試しにつけてみたんですけど、やっぱこれじゃ無理そうなんで、専用のやつ買ってカメラここにセッティングして撮影できるようにゆくゆくしたいなと思います。これね、このポール天井の突っ張り棒になってるんですけど、これマンフロットのこの専門のこういうやつ、あの撮影専用のこういうやつ買ったら、1本確か2万ぐらいするんですよね。で2本必要なんで、こっちとこっち合計多分4万ぐらいするものなんですけども、洗濯用の突っ張り棒で試してみて、もしいけたらこれの方がいいじゃんと思って試してみたらいけました。5000円ちょっとぐらいでね、これできるんで、これめっちゃおすすめかもしれない。これもあの専用の撮影スタジオだったらね、ちょっと怖いんですけど、自宅なんで全然こんなんで OK だと思います。2位はあのよいしょ、こんななんか専用のやつが売ってて、キットみたいな感じのやつかなを使ってます。でこのポールとこれの取り付けはめっちゃ分かりにくいんですけど、これ分かるかな、これスモールリグの、クランプ使ってやってます。ちょっとね、いつか詳しくこれも説明したいんですけど、クランプつければ落ちることもなく結構しっかりと止めてくれるんでいいかなと思います。これを引っ張るとこんな感じで、ほら紙が降りてくるような感じになってます。戻しておくけど、だとここは普通にブラインドになってて、ここねどうしようかな、なんか見た感じがほんとさ、こここんなのつけて、でここに、まあ、なんとなくちょっと暫定なんですけど、ちょっとこんな感じで色つけてこうやって撮影したいなと思ってるんですけど、めっちゃ後ろ殺風景だからどうかな。で画角的には今 20mm のレンズつけてるんですけど、多分ね これぐらいで撮りたい、このポールが映んないぐらいにして撮りたいと思ってて、こっちの左側の白いところに何か置きたいなと思ってます。これはクリエイティブの裏側の高島さんに相談しようかな、どんな感じにしたらいいか。多分緑とか置いたらいい感じになると思うんですけどね、まあ、シンプルでちょっとかっこいい感じにここはしたいなと思います。一回ちょっとカメラ三脚につけてどんな感じになるか見ていきたいなと思います。とりあえず今のところこんな感じなんですけど、どうでしょう、シンプルすぎるよね。ここやっぱり寂しい感じになりますよね。なんかね、あれ、冷蔵のショーケース、なんかレトロな冷蔵ショーケースをここに置いて、その中にカメラとかジンバルとか置いたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ここね。であとこっち側はなんか白すぎるから緑とか置いて、なんかかっこいい、あのなんだ、写真とか、あのプリントアウトした額縁の写真とか、なんかそんなのも置きたいなと思ってるんですが、いかんせんこういうのを作るのめっちゃあんま得意じゃないから、どうしたらいいのかなと思ってます。とりあえず今のところはこんな感じの、セットアップになって、ここであの動画撮ったり、なんだろう、編集したりしていきたいなと思います。いや、引っ越しようやくなんか落ち着いた感じがして、今日11月30日なんですよ。家ここ引っ越してきたのいつだっけ、11月4日ぐらいに荷物搬入して引っ越してきたんですけど、あの一番最初の日、ここであの子供と一緒にバンバン鉄砲打ってたところは、10月の末ぐらいだったんで、あれからちょうど1ヶ月。これね、いいよ、これ使ってた時はちょうど10月末でした。1ヶ月もかかった、しんどかった。で12月はですね、いろんなちょっと仕事が入ってまして、フェイユさんとの、コラボ案件とかですね、他のちょっとメディアで、対談企画なんかも入ってますので、またね随時、ツイッターでね主に告知していきたいなと思うので、ツイッターちょっとフォローしていただけると、僕の最新情報が興味ある方は最新情報が届けられると思うので、ぜひツイッターの方もフォローしていただけると嬉しいなと思います。じゃあ今日はね、1ヶ月にもわたった引っ越し映像になるんですが、ようやく締めとなります。また次の動画見ていただけるとめっちゃ嬉しいなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、したっけね。よっしゃ。また動画作ります。